カール・マーロン・カール・マーロンは、ドイツの政治家、ドイツ共産党の党員で、後に、共産党の後継政党である、ドイツ社会主義統一党にも所属した。1955年から1963年まで、ドイツ民主共和国にて、内務大臣を務めた。また、ドイツ人民警察の将校として、大将の階級にあった。1903年、シャルロッテンブルクにて、 魚社の息子として生を受ける。1917年から1921年まで国民学校に通った後、機械校としての修行を受け、1920、また1919 19年からはプロレスラーとしても活動していた。1926年、ドイツ共産党に入党。1927年から1928年までジーメンスのベルリン工場における。 共産党戦線に参加し、1931年からは、赤色スポーツ部闘争共同体に参加、さらに1932年には労働者スポーツ団、フィヒテの会長となる。1934年、共産党の非合法化を受けて、コペンハーゲンに移住し、国際赤色スポーツ団の出版広報部にて、編集長を務める。1935年からは、 アースイ代表として、モスクワの共産主義インターナショナルの執行委員会に派遣され、1937年にアースイが解散すると、駅の出版、情報部に身分を移す。1943年から1945年まで、彼は自由ドイツ国民委員会の機関誌フライスドイッチュランドの編集者となり、選挙報道を担当した。1945年、 いわゆるグルッペウルブリヒトの一員としてドイツへ帰国。1946年までベルリンの第一副市長を務め、その後1949年まで SED 所属のベルリン市議会議員を務めた。また1948年からは市議会財政委員を務めている。1949年から1950年まで SED 機関士イエス・ドイツラン。ありがとうございます。